レのお時間です。はい、今日もよろしくお願いします。ね、ということで、あきらさん、だいぶ秋が深まってきましたね。我々増刊号で一周ロケが空いたもので、結構その間に寒くなりましたよね。すごい秋を感じますね。今日はですね、心の綺麗な人にだけあきらさんが見えるという仕様でやっております。はい、あ、もう無理がある、あ、ダメかもしれない、もう無理だ。あのですね、今日はですね、昨夜あきらさんがこう急遽体調が優れないということで大事をとってお休みということになりました。でもあまりにも急だったものでちょっと代役とかも立てられずですね、今日は私一人であっぱれを進めていくことになりました。はぁー、ロクさん、ロクさん、はい、あっぱれが長いロクさん、はい、こんな事態は今までありましたか？いや、初めて初めてだそうです。今日はあのスタッフの皆さんにもうね登場していただきながらやっていこうと思ってるんで、はい、助けてください。よろしくお願いします、はい、ということでお盆もミニサイズ持っております。今日はどこに来ているのかと言いますと、でん、はい、大磯町でございます。大磯町、湘南地域の西部に位置する町になりますね。あの大磯ロングビーチが有名ですけれども、私あの神奈川に来るまではずっとただの長いこうビーチ、海水浴場があるんだと思ってたら違うんですね、プールなんですねということを最近知りました。でまあ、その他には昭和から明治にかけて日本の、ね、要人の方の避暑地としても人気がありまして、初代総理大臣の伊藤博文、あとは吉田茂なんかのゆかりの地でもあるそうです。はあ、大丈夫ですか、ここまで大丈夫できてます、できてるかなということで、じゃあカンペガールに栄ちゃんに登場していただいて早速場所を言っていきましょう。場所現在大磯町のカンペはこれぐらいの方がいいかな、はい、はい、この辺りですね、西小磯の辺りにやってきました。もうねランチの場所と結構すぐ近いんですよね。どうですか栄ちゃん、今日は私一人でやっていけると思いますか？もう全然大丈夫です、はい、適当にじゃん、すんごい適当に聞こえたんだけどあ、じゃあちょっと私リラックスするためにここで今の私の気持ちを歌ってもいいでしょうか？あの得意の AKB で、はい、いきます。どうすればいいのでしょう、心が震えている、一番そう大事な人、はい、ということでこれは AKB48 のチーム K の泣きながら微笑んででした。はい、ちょっと笑ってください、せめてせめて笑ってほしい、なんかもうただ道で歌ってる人になってた。やっぱ一人ってこういうことなんですね。いや、まあちょっと今日歴史的な回にしていこうと思います。それでは行きましょう、照井七瀬のあっぱれ神奈川大行進スタート。あきらさんここにいるよ、一緒にやりましょうね、やりましょうね。ということで、もうお昼の場所がねすぐお隣になるんですけれども、ここかな、高橋ストア、だからさっきラーメンのイラストが見えた気がしたんですけど、スーパーっぽい感じですね。しかも人がたくさんいますよ、何してんだろう、すごく賑やかですね。野菜売ってる、なんだろう、あ、すいません、あ、こんにちは、お邪魔します、こんにちは、すいません、あっぱれ神奈川大行進という番組なんですけれども、どなたかお話伺える方いらっしゃいますか？はい、あ、こんにちは、よろしくお願いします、すいません、お話中にお邪魔しちゃってよろしくお願いします、よろしくお願いします。あの、なんかラーメン屋さんと
連れてきたんですけど、はい、これ今何やってるところですか？はい、今日は月に1回のマルシェの日なんです。はい、はい、マルシェ、はい、どういったもの、野菜はありますけどね。はい、ゼロウェイストといって、はい、ゴミとか無駄が出ない形のマルシェをやっていて、はい、なので個包装されていないので、皆さんカゴを持ってきたり、本当だ、袋を持ってきたり、ちょうどね、はい、この子も量り売りで自分の必要な分だけ買えるっていう、はい、そういった形のマルシェをやっています。環境にいいマルシェっていうことですか？ ありがとうございます。なんか見ながらいいですか？でもどうしてそういった形のマルシェやろうと思ったんですか？コロナになってリモートワークが始まって、はい、大磯で過ごすことがすごく増えたので、はいはい、大磯町の皆さんと、うん、地球にいいことを、うんうん、環境のことをこう、うん、考えていきたいなと思って、はい、そういったお友達を増やしたいなっていう思いで、うんうんうん、はい、この場を作ってやっております。じゃ呼びかけたらこう、はい、いろんなお店の方が集まったってことなんですね。そうですね、はい、お客様も、はい、毎回来てくださって、うんうんうん、はい、楽しくやってま す、ね、ありがとうございます、ちょっとこの野菜気になるな。この野菜もなんか環境にいい野菜なんですか？はい、宮川さん、宮川ファームさんです。あ、宮川ファームさん、よろしくお願いします。どんなお野菜売ってるんですか？野菜は例えば、はい、こういう肌の汚いものっていうのは、はい、普通のお店だとなかなか売れないので、はい、そういうものを売ってたり、まあ普通のものももちろん含めて、はいはい、あ、じゃあこう廃棄にならないようにこちらで販売するような形ですか？そうですね、そういうような。でもみかん、はい、うん、これ何そのまま食べられるんですか？そうです、はい、そのままでも食べれるし、うん、ちょっと酸っぱみ、まだ青ずみなので、はい、例えば、はい、ビールに絞ったりとか、はいはい、そういう、いろんな使い方ができるんですね。でも安くないですか？12個ですよ。12個で100円ですか？12個、そうですね、はい、これ買ってもいいですか？あ、もちろんいいですか？だから、はい、皮を使う人はこれ無農薬なんで、はい、皮を使う人はどっちかというと綺麗な方が、はいはいはい、今6個100円で販売してるんですけど、はいはい、こっちは食べる方ですか？こっちは皮も食べれる。皮も食べられる。でこっちはまあ皮はさすがにちょっと汚いんですけど、中は一緒なんで、はいはい、だからまあ中絞ったりする人はもうこっちで十分です、ね。どうしよう、どっちがいいですかね。今日一人なもんで、なんかどっちを選ぶべきかも突然不安になってきたんですけど、おすすめどっちですか？きっと市場に出回ってないのはこっちの B 品っていう、はい、B 品ってなんか名前がかわいそうなんですけど、はい、なんか切ると全然変わらなくて、はい、味がもちろん美味しいんですもんね。美味しいです、うん、絞ってジュースにして、はい、じゃあ B 品にしようかな。先月も美味しかったです。多分こっちはここじゃないと手に入らないものだと思います。いや、私袋ないやと思ったんですけど、ちょうどここにドラえもんのポッケみたいな袋がついてたんで、ここでいただこうかな。すいません、じゃあ100円もうご自由に、もうご自由に、はい、4、わ、すごい、あ、結構入る。切りましょう。5、6、7、8、9、10、11、12、はい。すごいカンガルーみたいになっちゃった。あ、大丈夫です、これでいけそうです。まだ入ります、会話もできますね、はい、じゃあありがとうございます。ちょっと他のお店も見せていただいて。ここはお菓子ですかね。あ、落花生、この前肌の出ね、収穫したばっかりですよ。あらあら、そんなことしてるうちに可愛らしいワンちゃんもいるじゃないですか。あ、ごめんなさい、お話中、はい、失礼します。こんにちは、可愛い、いらっしゃいませ。名前何さん、何ちゃんでいいですか？トトちゃんです。トトちゃん、可愛い、こんにちは。こちらでは何をされてるんですか？このお店は、こちらはですね、はい、大磯の奥にですね、うん、はい、八戸川渓谷っていうところがあるんですね。こちら、はい、はい、この八戸川渓谷の竹林整備で採れた竹をですね、こういった現場で竹炭にして、はい、で今日はこちらでちょっとその竹炭を、まあ、土壌改良とか、はい、あと、まあ、プランターに、ね、入れてもらったりとか、うんうんうん、植木鉢に入れてもらったりとかっていうのですごい効果があるので、
ちゃでね、ちょっと販売で、はい、あ、じゃあここもあれですね、竹を無駄にしないっていう取り組みなんですね。はい、であとは大磯に住んでいても、はい、この八戸川渓谷ってあんまり、うん、知らない方もすごく多くて、そうですね、なかなか大磯に長く住んでる方でもこの場所知らない方がすっごい多くて、そうなんですね、どこにあるんですかって聞かれたりするんですか。そうなので、そういった素敵なところが私たちの街にはあるんだよっていうのを知ってもらうきっかけになればなと思って、はい、なるほど、はい、なのでこの秘境の大磯の秘境の PR とあとまあ整備、はい、それからあと、まあ、不法投棄なんかもね、はい、まだちょっとあるので、そういったものの除去とかを活動してる、はい、やっと川をね綺麗にする会っていう会があるんですけども、はい、こちらのその活動したやつを、うん、まあ、今日ここで、あ、でもこうやっていろんな人が来るとそれこそ知ってもらう機会にもなりますしね。そうですそうです、はいはい、あ、そうか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして、ね、私が、ね、さっき入ってきた時実は一番気になってたのはこの真ん中でここは何のコーナーですか。ご自由にどうぞのコーナーなんですけど、はい、ちょっと今日時間がもう終わり頃になってるんで、はい、少なくなっちゃってるんですけど、うん、町の皆さんがここに自分が使わないけど誰かにとっては宝物かもしれないっていうものを持ってきて、はい、くださって、でそれを好きなものを持ち帰るっていうその場になっております。あ、じゃあもうここで必要なものはここから持ち帰れるって仕組みですか。はい、はあはあはあ、だいぶなくなっちゃってますね今日、すいません。多い時だとどれぐらいあるんですか。あ、さっきは椅子があったり、椅子、はい、椅子、そう、食器のセットがあったり、はあはあ、え、じゃあこれって、はい、私たちが置いていくでもいいんですか。あ、そうです。あ、じゃあアッパレはグッズでステッカーがありますので置いていっても大丈夫ですか。ありがとうございます。え、こんなにこんなにすごい大量の大量のステッカーが今差し出されましたので、皆さんあっぱれ見てくださいという気持ちを込めて、じゃあ置いていきます。はい、後でみんなでいただきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よかった、誰かのためになるといいな、ステッカーがこんにちは。え、このエリアにいるってことはこの子は持ち帰って良いということですか。大丈夫ですか。ダメですか。すごい険しい顔してるんだけど。絵本読んでたの。これお盆だよ。お盆、あんま興味ないみたいです。アキラさん、お盆興味持たれてませんよ。ありがとうね、ごめんね、突然話しかけてね。はい、そうということでマルシェ見たんですが、本来の目的はランチですよね。ということでお店こちらみたいなので入ってみましょうか。ラーメンカフェ獅子舞さんですね。こんにちは。予約してました、あっぱれ神奈川大行進です。よろしくお願いします。お邪魔します。獅子舞と申します。ここ外に高橋ストアってこうスーパーみたいな名前が書いてあったんですけど、はい、それはどうしてですか。こちら昔は高橋ストアというスーパーだったんですけれども、はい、そのスーパーをリノベーションしてこのようなお店にしました。あ、はい、で文字は残したままなんですね。そうですね、外すと大変なことになるってこととどんなことになるんですか。建築上大変なことになるってことと建物が崩れるとか、はい、大丈夫かな。でもここ40、もう50年経つスーパーなんですけれども、もう町のシンボルタワーというか、はい、すごい目印にもなってるスーパーだったので名残は残したいな。このスーパーのとこにラーメン屋さんがあるなみたいな認識になってるってことですね、はい、その通りです。はい、はい、でメニューがどこだろうかな。一番ノーマルなのがこの獅子舞ラーメン。そうですね、600円。じゃあこちらいただいてもいいですか。はい、かしこまりました。600円ですって、今時ありがたいお値段ですね。安いのには裏があるってわけじゃないんです。ちゃんと美味しいんですもんね。はい、全て手作りで作っております、はい、そして本当は今日そのあきらさんともう一つ食べる予定だったんですよね。はい、どうだ、月にラーメンか。この美味しそう、今の時期にぴったりなものを本当は2品紹介するはずだった。だけど私1人だと1品しか紹介できないということで、ここである方を紹介いたします。星野さん、はい、ヘアメイク星野さんです。皆さんおなじみですよね。星野さんよく食べることで有名でございますので、今日はあきらさんの代わりに月見ラーメン食べてください。はい、
出ます。食リポもお願いします。はい、大丈夫です。星野さんならできます。じゃあこちらにどうぞ。なんかもう星野さんと2人でラーメン屋に座るってもはやただの昼休憩です休憩ですよ。あ、なんかもうできてきてるかな。美味しそう。なんかこうやって調理してるのが見えるのがいいですね。そうですね。もうね、豪快。オープンキッチンで。もうできたんですか。ありがとうございます。はい、お待たせしました。うわ、こちらが獅子舞ラーメン。はい。麺も全部自家製です。自家スープも麺も自家製。はい、美味しそう。でっかいチャーシューが乗ってますね。うわー、ではこちらかな。ちょっとスープからいただきますね。じゃあ月見ラーメンになります。はい、お待たせしました。お待たせしました。あー、なんだろう、和風な感じの出汁ですね。そうですね、うん、何使ってるんですか、出汁は。鶏ガラに和だし、で野菜のスープ、はい、7種類ぐらいの野菜とハーブを使ったスープを、ブレンドしたスープ、いろいろミックスされてるんですね、はい、じゃあまず星野さんのこの商品を見せましょうか、はい、こちらが月見ラーメン。やっぱ月見というだけあって卵がね、どどんと乗ってますね。コッコパラダイスさんというのを、あの西小磯に経営者のある、はい、うん、あの平飼いのすごい美味しい卵なんです、あ、これも地元の卵なんですね。もうある意味高級卵です。高級麺もいただこう。うん、どうでしょう。これまた美味しい。もうもちっとした食感のね、はい、麺ですね。私あの、すごいタンパク質が高い強力粉は好きなんですけど、強力を使ってます。あ、なんかこうもちもちしてるんだけど、歯ごたえもしっかりあるような感じの麺ですね。美味しい美味しい。さあ、星野さんなんか、はい、全部言うなよみたいな顔で星野さんも食べてみてください。星野さん用に私からアドバイスがあります。え、何のアドバイスですか。あ、いいですか、はい、ホワイトペッパー、ホワイトペッパー、はい、山椒、ホワジャオですね。山椒、自家製のラー油、ラー油、そして最後にお酢、お酢、はい、味変順です。順番に、はい、味変もできるんですね。まずそのまま、そうです、まずそのまま、そうですよね。まず最初の味変分かんないと。そうです、そして卵をね、大事だから、もう卵を溶かして、はい、はい、あ、生きがいいですね。色が鮮やかな卵ですね。はい、もうテカテカでこんもりと、鮮度もよくて、うわ、美味しそう。これ月見だけど期間限定ってわけではないんですか。ではないです。あ、でもいつ来ても食べられるんですね、はい、うわ、美味しそう。美味しいです。この笑顔でお分かりいただけるんじゃないですか。美味しいですね。これに、ですか、これに、そうですね、ホワイトペッパー、まずホワイトペッパー、はい、皆さんお気づきですか。だんだん辛くなってきますから。これあれですよ、味変の過程をね、アナウンサーの私ではなく星野さんにやらせるという本当は私がやるべきなのに、うん、星野さんに味変もリポートしてもらいましょう。どうですか。ちょっとパンチが出ますね。おー、ペッパー入れるとパンチが効いてると。で、続いては、ホワジャオですね。花山椒です。花山椒、はい、花山椒よくあの鮮麻婆とかに入れてる山椒になりますね、はい、結構ピリピリするので、うん、うん、どうだろう。あ、すごい、うん、ピリピリさが一気に、うん、いい味変ですかね、うん、うんうん、あ、いいな、私も味変したくなってきたな。ぜひぜひやってください、うん、え、でもこのお店はもうどれぐらいの期間やってらっしゃるんですか。もう10年になります。お客さんは地元の方が多いですか。もう本当に地元、はい、もうおかげさまで本当地元の方ばかりと、はいはいはい、おなじみさんばっかりで、はいはいはい、あの、私これ出されて思ったんですけど、麺多くないですか。結構大盛りじゃないのに、なんかものすごいボリュームなんですこれ。ラーメンって一杯で完結じゃないですか、はい、足りなかったらね
もうなんかちょっと量は気にしてないみたいな。そうですね、もうお腹いっぱい食べてもらって、はい、そのお金いただいてるので、はい、ね、ちょっと足んないかななんて、ね、やっぱり心配ですよ。通常盛りが多め設定になってるんですね。あ、そうですね、だからあの嬉しい、大体多く出ます。あら、なんて素晴らしいお店なんでしょう。すいません、最高ですね、食いしん坊にはたまらない。ラー油いってみましょう。下のカス、美味しいです。カスも入れてみて。あ、カスも入れました。あ、さすが、知らない間にどんどん進んでた。ラー油最高ですよね、うん、これめっちゃ美味しいです、うんうん。私に期待しないで、理想のアパレになんてきっとできない、プレッシャー。はい、ということで移動してまいりました、ツーロール終わった2カ所行きましたけれども、いかがでしょうか、大丈夫でしょうか。私ですね、早速大事なお盆ロケバスに忘れてきました。ごめんなさい、あきらさんの分身だと思っていたのに分身を置き去りにしてきました。大変失礼いたしました。ということで場所はどちらに来ましたかというと、先ほどねこのラーメンを食べたんですけれども、大磯駅のすぐ近く、このね星マークのあたりまで移動してきました。町の東側の方ですね。この辺りは何があるんでしょうかね。さっき住宅街だったんですけれども、ここだとやっぱバスの通りとか車の通りもね多くなってきましたね。いやー、このね話す内容に困ります、こういう時に。はあ、本当私はいつもねあきらさんに支えられていたんだなっていうのをこういう時に実感するんですね。ラーメン美味しかった。あ、ラーメン美味しかったです。すぐ助け船が出ました、ありがたい。ここなんだろう、このお店はワイン屋さんですかね。マーリーモンターニャって書いてますね。でもここにはなんだ、イナリアと食文化研究所っても書いてます。研究所、研究してるようには見えないけど、質問してみましょうか。こんにちは、こんにちは、失礼します。すみません、あっぱれ神奈川大行進という番組なんですけれども、あ、はい、あの研究所というあの文字を見たんですけど、はい、お店ですよね。そうですね、ワインショップなんですけれども、はい、運営しているのが、隣の二宮町にある、はい、ワインインポーターの株式会社、はい、イナリアと食文化研究所という会社の直営店になってまして、はい、それでちょっとダブルのダブルネームというか、はい、じゃあそのイナリアと研究所の直営店としてここでワインを売ってらっしゃると、はい、あ、そうですね、ワインも含め調味料ですとかいろいろ。なんか私あんまりお酒詳しくないんですけど、はい、見たことないラベルというか、あ、そうですね、珍しいように見えますね、はい、うちが、まあ、自社で輸入をしているってこともあって、はい、なんで多分普通に一般に流通しているものとは違った、はい、見た目からも全然違ったものっていうのが。どういうものを輸入してるんですか。あ、地域的にはカタルーニャ、はい、スペインのカタルーニャ地方っていうの地方があるんですけど、その地方がうちが多いっていうのが特徴で、はいはい、この辺のこの可愛いラベルのものですとか、この辺が海沿いのカタルーニャだったり、ちょっと山側だったりっていうので、はい、あとこの辺の上のところスペインだったり、はい、イラストが、あ、そうなんね、すごい目を引きますね、すごいちょっとインパクトのあるエチケットの、はい、渋い6さんみたいな。6さん実はマスク外したら、あ、こんな感じなんですか。こんな感じですね、これ6さんそっくり。へー、はい、なんかおすすめのワインとかありますか。すす目玉、目玉、でもこの、まあ、今見てもらったシリーズも人気ですし、はい、今ちょっと新しく再入荷したタイミングでこの辺の、はい、これも同じカタルーニャ地方のちょっと家族経営のセラージョルディミロっていう小さいワイナリーなんですけれども、はい、まあ、これは本当にエチケットが、猫ちゃんのエチケットが目を引くもの、はい、かわいいですね、色素、はい、結構それで選んでくれる方もいるんですけど、うんうん、ただ味わいもすごく、はい、あのバランスの取れた、はい、飲みやすい、あ、飲みやすく飲み飽きない、はい、飲み飽きない、誰でも飲めるような飲み飽きない感じの、なんかお店という割には、はい、あの奥の方にワイングラスが大
大量に、はい、ちょっと過剰なぐらい直営店というよりもなんか飲食店ぐらいあるんじゃないですか。一応小売店ではあるんですけど、はい、あのここで試飲が楽しめたり、試飲もできるんですか。はい、あとまあ私たちがここでちょっと試飲会じゃないですけど、したりすることもあるので、はいはいはい、じゃあちょっとなんか試飲させていただくことってできますか。はい、もちろんです。大丈夫かな、私あんまりそのワインそんなに詳しくないんですけど、どのあたりが飲めるんでしょう。今日抜選してあるものが、はい、このあ今説明したエナックっていうのと、はい、このその娘さん、こちらが作ってるジョルディミロっていう醸造家の娘さんのアイダミロ、まだ学生さんなんですけど、はい、日本じゃ考えられないですけど、学生がもうこんな立派なワインを作ってるんですか。はい、もうこのプロデュースした自然派の作りのワインになってまして、はいはい、あとこのさっき見ていただいた、あ渋い六三六三、渋い六三ワイン、はい、これもカリニアンっていうのの古木を使ってて、うんうんうん、まあ、ボリュームもありながら、うん、あのワイン好きの方に結構人気がある商品です。じゃあもうこれはもうせっかくね、六三に似てるんだったらここの渋い六三ワインでもよろしいですか。あ、はい、もちろんです。でもこう私も全くお酒飲まないわけじゃないんですけど、はい、やっぱこのボトルで買うとなるとやっぱどうしても飲みきれなくてなかなか買えないんですよね。そうですね、なんでちょっとうちはちょっと特殊なんですけど、はい、CM やってる関係で、はい、あの量り売りで、はい、ワインを量り売り、はい、ワインも改善したものであれば、そうなんですね、ちょっとまあラインナップは変わってしまうんですけど、うんうんうん、あのそういうこともできるようになっていて、じゃもう飲みたい分だけ、はい、気になるものを買って帰れるんだ、ね、はい、ご自身であの瓶とか持ってきていただいて、はいはい、それにちょっと入れるような好きな分量だけ量るような形で、嬉しい、はい、なんでちょっと白と赤とか、はいはい、ちょっとずつとかも、うん、ちなみにこれは白ワインですか、赤ワインですか。これは赤です。赤ワイン、結構しっかりとした赤で、うん、へどんな味なんでしょう。わお、ありがとうございます。じゃあいただこうかな。はい、じゃあ六三乾杯、はい、乾杯乾杯乾杯しときながら飲むの私一人というねいただきます。一応古木のカリニャンなんでちょっと酸もあって、うん、あー、ただすごく柔らかさが、はいはい、うんうん、あのすごい嫌じゃないすっごくいい渋みも感じました。あ、そうですね、本当に完熟したタンニンっていうのも特徴で、すごい飲めないって言ってたけど、うん、めちゃくちゃお詳しいですね、はいはい、いや全然全然そんなことないんですけど、うん、あのあとよくお分かりですね、香りが強くてもうあのこの辺これくらい顔近づけただけでこのブワッとこのブドウの香りがしてきます。あ、そう、果実味も強くて、うんうんうん、ちょっとなんか蜜っぽいニュアンスですとか、はい、そういうものもあって、はい、六三いいワインですね。ありがとうございます。はい、さすが六三でございます。いや、やっぱ六三のこの生きた年数の渋みがこのワインにも染み出てるような気がします。そうですね。はい。で、あとこの辺はおつまみですか？あ、そうなんです。ちょっと乾物系の、うん、これも有機の食品になってるんですけど、はい、これも量り売りで販売していて。はい、まあ、パッケージフリーであのこちらも容器も基本的に持ってきていただいたものにお詰めするような形で販売してます。はいはいはい、私さっきししまいさんのところでやってるマルシェでもその量り売りをされてたので、はい、結構ですね、ししまいさんとちょっと似たようなというか同じような通じるコンセプトがあって、環境への取り組みもねしてるお店多いんですね。はい、そうですね、オイソは結構そういう動きみたいなのがあるような、あるような。いやー、よかった素敵なお店見つけられました。ありがとうございます、ごちそうさまでした。てりやのもう一杯いますか。もう一杯、もう一杯、え、六さんをごめんね、お盆忘れて、ごめんね、お盆持ってきた、はい、SK48 ごめんねサマーならぬごめんねお盆でした。先ほど忘れましたが今回はしっかり持ってきましたよ、あきらさん。ごめんなさいね、あきらさんの代わりなのにね、忘れちゃってね。はい、ということで私が今回移動してきましたのはこちらですね。もう結構東の方に移動してきまして、この星マークのあたりにやってきました。住宅街ですね、思いっきり。結構道も狭くて、なんかあるかな、この辺は。あ、なんか植物がたくさん置いてあるお店がありますね。なんだろう、パ、あ、ごめんなさい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 、カメラマンの高木さんとぶつかりました。ごめんなさい、すみません。パームさん、
ハルムさんありますか。あ、でもこっちにも入り口がありますね。同じお店かな。どうなんでしょう。可愛らしいグリーンのお店。あれでもお店の名前が違うんですね。ここアッセンブルかな。 あっちはパームって書いてましたけどね。営業してる。すいません、こんにちは。すいません、あっぱれ神奈川大行進という番組なんですけれども、あら、パンが売ってる。そうなんです、パン販売してます。ほうほう。あのさっき、はい、向こう側に、はい、パーム、はい、っていう看板があったんですけど、こっちはまた違うお店なんですか。違うお店で、アッセンブルっていうお店で、はいはい、シェアキッチンとパン屋を営業してます。で、ハルムさんとシェアキッチンで、はいはい、シェアハウス、はい、みたいな形でやってます。あ、じゃあ、はい、パームさんと、はい、一つ屋根の下で同居してるみたいな、はい、同居してる感じです。はは。でさらに、はい、こっちはこっちでシェアキッチン、中のこのキッチンが、はい、シェアして使ってもらってるような形ですね、はい。シェアキッチンってことじゃいろんなお店が入るんですか。そうですね、主婦の方だったりとか、ある程度その衛生の知識を持った方と一緒に、はいはいはい、販売してもらってる形で製造してもらって、うんうんうん、で、ここのところの、はい、ショートブレッドとグラノーラ、うん、はい、これが、ショートブレッドは昨日作成してもらって販売してる感じです。こちらの商品は、はい、じゃ昨日こちらのシェアキッチンを使ってた方の商品、方の商品と、あともうちょっと前のやつもあるんですけども、はいはいはい、そういう形で。こちらのパンは、パンは、うちの方で製造してます。はい、はい。じゃあパンの販売が基本のお店でありながら、はい、他のお店も出入りする出入りするっていう形ですね。あと上の方にある紅茶、紅茶の方もこちらのお店の方で袋詰めしてもらって販売してます。おすすめの紅茶はありますか。紅茶のおすすめは一番こちらのどれだ、うららですね。うららいいお名前ですね。一番茶って書いてありますね。そうなんです、春に摘んだお茶ですね、はい。美味しそう。どんな味なんだろう。でキッチンってことはもうこれ裏側キッチンですか。そうです、裏側キッチンになります。中って見られます。あ、ちょっと見てみます。今ちょっと作業してるんですけど、はい、よかったらどうぞ見て。あ、ちょっと見て。ぜひ、はい、はい、すみません。作業中ってことはパンを焼いてるんですかね。よいしょよいしょ、お邪魔します。あ、ずいぶん本格的ですね。 ありがとうございます。わー、あ、奥でパンを焼いてらっしゃる方は職人さんですか。うちの親父です。お父様、はい、お父様がパンを焼いてらっしゃる。はい、はい、すいません、お父さん今何の作業中ですか。食パンを二次発酵が終わって、はい、ベンチタイムってこう休ませるんですね、はい、30分ほど、はいはい、その作業を今してます。ちょっとだけ近づいてもいいですか。どうぞどうぞ。あ、すごい柔らかそう、生地をこねてらっしゃる、はい。もう生地のこねは終わったんですね、うんうんうん、あと発酵に行きますんで、はい、あのベンチタイムって言って我々ベンチタイムって呼んでるんですけど、はい、あの小麦粉が熱い水分吸ってますから、うんうんうん、少しお休みさして、はい、で次にこっち焼き行くのにちょっとお休み、はい、寝かしてる状態です、はい、それがベンチタイムって我々呼んでるんですけども、うんうん、その作業に入ってるところです、はい。あの今お父さんいらっしゃる方は機械だいぶ本格的ですけど、はい、こっちはなんかこう家庭にもあるような感じですね。そうですね、あの主婦の方とかが作るときに家になるだけ近い状況っていうところで、うん、僕たちの家庭用のキッチンを使って、はい、機材を使って作れるようにっていう部屋も作ってます。じゃあお店出す方じゃなくて普通に一般の人でも借りられるってことですか。特にあの僕ここ始めたのが主婦の方だったりとか、はい、子育てが終わった方たちっていうのが、うんうん、なんかあの意外だったりとか楽しさっていうところでそういうのができたらいいなという形で作りました。じゃあ誰でも楽しくお料理ができるっていうところなんですね。はい、そうですね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあちょっと、あ、じゃあすいません、先に失礼します。へえ、そうか。結構お店綺麗ですね、可愛らしい内装も自分たちで、あ、この色を塗ったり塗ったりとか壁紙とか。いや、もうさっき紅茶のお話をしていただいたじゃないですか、はい、よかったら後ほど試飲もありますんで。さすが私が言う前に試飲の話を出してくださいました、はい、ありがとうございます。これちょっと時間かかりますかね。そうですね、ちょっとあの入れるのにお時間かかるんで、はい、じゃあ先にあの、はい、パームさん見てくれないですか、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ後ほどできましたらお持ちします、はい、すいません、よろしくお願いします。
願いします。はい、お願いします。そっか、じゃあ別のお店だったんですね。なるほど。じゃあパームさんは何屋さんなんだろう。お菓子屋さんとね、パン屋さんと同居する形ですもんね。わあ、見たことないおしゃれな観葉植物がたくさん。あ、人がいらっしゃる。こんにちは。すいません、あっぱれ神奈川大行進なんですけど。あれ、ちょっと待って。あ、え、あ、ちょっと待って、トトちゃん、トトちゃんだよね。さっき会ったじゃん。吠えないで。あれ、トトちゃんですよね。トトちゃんです。さっき会いましたよね。会っちゃったね。あ、ボイス狭い。また会えた。トトちゃん、さっき会ったじゃん。さっき会ったよね、ほらね。そうだよね、思い出した。思い出したみたいだね。よかったよかった。かわいい。あ、ダメだ、トトちゃんに夢中になって忘れてました。ごめんなさい。ここの、なんだろう、お店の方いらっしゃいますか。あ、はい、こんにちは。はい、私です。そうですね、さっきあのアッセンブルさんの方で、はい、なんだろう、シェアする形で、はい、ここをやってる場所なんだよって伺ったんですけど。あ、そうですね、この建物は、はい、あのアッセンブルさんと、はい、あの こちらがあのパームっていう、はい、あのグリーンショップなんですけど、はい、こちらの、 あの2店舗でシェアしているような、はい、建物。どうしてそういう形になったんですか。あっぱれさんですよね。あ、そうです、はいはい、あっぱれさんですよね。あっぱれ神奈川大行進です。以前、はいはい、あのちょっと別の店舗でこちら運営、はい、あのあっぱれさんにも出させていただいたんですけど、はい、あのそこがちょっと別のところに移りまして、うんうん、でこの建物をあの、まあ、どうしようかということで、はい、いろいろあのお声掛けしたところ、はい、アッセンブルさんとか、はい、それからもともと私ともお付き合いあったパームさんがこちらを使って今、はい、お店をやられているという。じゃあもともとここでやってたお店を一回、はい、やっぱりで取材したことがあるんですね。はい、そうなんです、していただいた。あのその時は、はい、あのデビッド伊藤さんが、デビさんにお世話になりました、はい、その時。はい、で、じゃあそのお店がなくなって、でまた新しい形で今のような形になったんですかね。そうですね、はい、ちょっとこの植物屋さんもいいですか。どうぞ、中にガーデナーもありますので。失礼します、お邪魔します。わあ、おしゃれな空間。あ、ちょっと待って、今のなんか言い方アキラさんだった気がする。憑依されたかもしれない、アキラさんに。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとすいません、小ネタをやってしまいました。こちら お店の、はい、どういった植物を集めてらっしゃるんですか。いや、中はあの海洋なんですけども、もともと湘南の方でちょっとずっと、はい、あの造園ですとか、はい、園のガーデニングの仕事やってたんで、お店持ったのは今回初めてで、うん、まあ、この辺の湘南ですとか大磯にあったような、はい、うんうん、ナチュラルな自然な庭作りをちょっと目指してるんで、はい、それのショールーム兼、まあ、ショップみたいな。なんかこう中もアッセンブルさんとはまた違った作りというか、こっちはまた違った形、木の作りですね、はい、うんうん、こういうのも作られたりしたんですか。作った、作った、ここもリノベーションして。植物を売ってるだけではないってことですか。まあいろいろとやってますんで。どんなことやってるんですか。まあ、あの主人が、はい、まあ、代表なんですけど、先ほどお話を伺った、はい、建築の方をやってて、はい、私は庭作りの方をやってて、はい、まあ、一緒にコラボしてというような感じなんですね。そこじゃ建築家さんとこの植物の専門家のコラボのお店。で、でもそうなるとね、こう自分のお家をね新しくしたいっていう時にアドバイスとか相談とかできそうですよね。はあ、そうか、そうやってお家のトータルコーディネートをしてくださる場所なんですね。がここガラスだからよく見えるあの紅茶の準備ができたみたいです。すごい、これお庭いいですか。お借りしても。じゃあこちらで紅茶をいただきましょう。はい、よいしょよいしょ。あ、素敵な、こんな植物に囲まれて紅茶が飲めるんですね。はい、まさに紅茶の準備。失礼します。あ、なんかできます。2つあるから一緒に飲みませんか。一緒に飲みましょうよ。え、どうしましょう。じゃあありがとうございます。はい、わ、嬉しい。あ、綺麗な色。これがうららでしたっけ。はい、うらら。わあ、あ、もう香りが強い。どんな味なんだろう。いただきます。はい、どうぞどうぞ。
しい美味しい。ありがとうございます。うん、もしよかったら結構すっきりして飲みやすいです。おおむすびもいかがですか。え、ちょっと待ってください。あの今紅茶飲んでたんですけど、ね、紅茶のお供に、 お供おむすびですか。これは何のおむすびですか。以前、はい、あの取材していただいたあの姉妹店の丸庄屋の、はいはい、あ、その以前あっぱれでここに来たという時は、はい、ジェリーさんがね、あの美味しいって言っていただいた、おにぎり屋さんをやってたんですね、その時は。あのお豆屋さんでね、はい、あのおむすびを出してお店だったの。じゃあいただこうかな。どうぞどうぞ。いただきます。はい、まさか紅茶と一緒におにぎりが食べられるとは。うん、美味しい。これはデビさんも喜びますね。大変喜びます。美味しいわ。さあ移動してきました。ででーん、海ー、やった、テンション上がりますね、海はやっぱり。はい、ということで私は今この大磯海水浴場の星のあたりにやってまいりました。なんでも日本で一番最初にできた海水浴場とも言われているんだそうです。なんか10月に入ったけど意外と人いるんですね。サーファーもいらっしゃる、うん、でこの海と反対側、この道路の方ですね、ここ壁に絵が描いてあるんですけど、こちらはあの海岸の景観を良くしようということで1990年からこうずらーっとこう奥の方から来てるの分かります？1990年からこう徐々に徐々に絵を描き足して こんな風に賑やかになっているんだそうです。いいですね、こう海水浴に来ながらこうアーティスティックなものも楽しめるっていう。走りたくなる。でもあ、ごめんなさい、見ないでください、恥ずかしいので。恥ずかしい、すごい見られてました。すみません、あっぱれ神奈川大行進という番組です。そうだからこういうこともあきらさんがいれば、なんか2人でこう、うふふ、あはは、みたいな感じでできて、ね、こう、不思議な目で見られることもないわけですよ。ね、あきらさんがいないっていうのは本当に悲しいということで、じゃあここで1曲。僕はいない夏の砂浜、君は誰と海を見るの。あきらさん、一人で海を見ています。悲しいです。笑ってください。じゃあメール行きますか。もう笑ってください。笑ってくださいよ。本当に意地悪なんだから。あ、でそこ、このポケットがね、あの意外とお盆入れに便利だったことに気づきました。はい、じゃあメール行きましょう。はい、あと、あ、メールないです。あ、ちょっと待って、メールどうするんでしたっけ。もうダメだ、ダメです、もうメール、 ありがとうございます。はい、皆さんいつもファックス、メール、ありがとうございます。ファックスじゃない、ごめんなさい。はがきとメール、ありがとうございます。平塚市の菊野さん、男性の方からいただきました。突然ですが、私の父が照井さんのファンです。あら、照井さんを見て毎週癒されているみたいです。そんな父のために照井さん、何かファンサービスをお願いします。ファンサービス？ファンサービスですか？やったことない。どうしよう。平塚ってあっちですよね。あっちですよね。じゃあお父さん聞いててくださいよ。平塚の菊野さんのお父さん、ありがとうございます。なんでこういう時は突っ込んでくれないんですか。もうこれでね、ファンサービスになったか分かんないですけど、あのいつもあっぱれってメッセージを送ってく、あの読んだ方には、え、なんで離れていくんですか。ね、本当に嫌なんだけども、本当にいつもあのくださった方にはステッカーをプレゼントしてるんですけれども、菊野さんには今回特別に私のサインという、まあ、署名をね書いてお渡しできればと思いますけど、
え、ひどい、なんでそんな離れていくの、一人にしないで。さあもう一通行きましょうか、神奈川県、あれ住所がないの、神奈川県の伊藤さん、男性の方です、ありがとうございます。カンペガールの坂江ちゃん、ぜひ素顔を拝見したいですね、てへっといただきました。大丈夫かなこの方。いやいや、カンペガール坂江ちゃん、はい、素顔大丈夫、見せられますか素顔、うん、マスク外して、はい、いやそんな伊藤さん、伊藤さん、坂江ちゃんです。これ大丈夫な方かな、はい、なんかてへとか言ってるしちょっと怪しいんだけども怪しい、まあこれがね、はい、カンペガール坂江ちゃんの素顔となっております。可愛、はい、いです、はい、そして、はい、今日もカンペを持ってる、はい、え、何質問です。え、何、ああどうぞどうぞ、ぜひマスクをしてください。何の質問ですか。あのアップルグッズが販売されるって聞いたんですが、うん、本当でしょ。あら、情報が早いわね。なんか今こう新しいグッズが水面下で動いているのかもしれないとかそうじゃないとかっていう噂レベルなんですけれども、まあ、まだちょっと皆さんには言える段階ではないんですが、何か動きはあるようですね。はい、ということで一人のあっぱれ終わりました。まだ終わってない、あとちょっとで終わります。あ、もう最後は可愛らしい女子たちに囲まれて肩組んで終わるか。じゃあみんなで肩組んで、じゃあ右から、あっちから入れよう、はい、はい、次回は横浜市の中区からお伝えします。渚で一番可愛いか、あなたはどう